はい、どうもシャマです。さあ本日は NMB48 トレーディングコレクション2をね、開封していきたいと思います。いつもと違って今回はね、アイドルの、カードのね、開封動画なんですが、私、AKB 総選挙一回も実は見たことなかったんですが、今回ちょっと初めてね、見た時にですね、須藤リリカさんっていう、ものすごい心臓のハートの強いね、女性が出てまして、で、まあ彼女の行動にね、ちょっと一目惚れしてしまいました。でね、普段アイドルとか全然見ないんで、AKB っていうか NMB をちょっと知るきっかけになれたらなと思います。だからちょっと推しメン的なね、私の好みのね、方を探していきたいと思います。では開けていきましょう。ちょっと推しメンをね、見つけたいです。西澤、ルリナさん。かわいい。普通に可愛かった。びっくりした。はい、周やぶしたさん。はい、これで読んでいくと外国人みたいなね、デザイナーみたいな、かわいい、普通にかわいい。はい、ミル、白間、おお、あ、ミルって聞いたことある。なんか、近藤里奈さん。はい、あ、この方はもうこっちなんですね。近藤里奈って感じなんですね。はい、さえ村瀬デザイナーみたいになってきたな。やっぱ NMB はね、私ね、あんまりね、ちょっと詳しくないんでね、AKB よりも。エリコ・ジョーさん、すごいカードアップだね、これ。あ、え、めっちゃ可愛いじゃん、これ。NMB、ユキ。え、ユキ誰？ユキ誰？おー、なんかシリアルコードついてきた。あ、これバレちゃうじゃん、これ、台風動画出したら。はい、行きましょう。釧路里奈さん。おー、こういう系の人もいるんだ。ちょっと、オタクに人気ありそうなね、感じの。みゆき渡辺さん。あ、聞いたことある。聞いたことある、この人。見たことある、あとテレビで。ゆうき山口。このシリーズ、ちょっと顔近すぎない？これ。これなんか可哀想だよね、逆にね。森田彩香さん。まあでもこれだけ近づけてもね、顔がちゃんとね、綺麗だからね、絵になるけどね。ケイ、城之内、あ、ごめんなさい。トニシさんから。あ、山本さやかさん、出た。これ、この方が、NMB のトップの方だったかな。ほい、なんだこれ、レアカード来た。あー、名前が書いてないとわかんないな。女子テニス部って感じがするね。テルイほのかさん。おー、なんかハーフ系のちょっとお嬢様系ね。はい、ユーリオ、オタさん。おー、オータさんか。かわいい、なんかちょっと若いね、随分とね。はい、あずさ、上村さん。あ、ド S っぽいな。いいな、この感じ。あ、市川みおりさん。あ、見たことあります、この方も。なんか、あれだよね、テレビとか結構出てる方ですよね。割と小顔の方だった気がします。周山下さん。おー、なんか、部屋着みたいな感じだけど、やっぱ可愛いと絵になるね。え？白間みるさん、さっきの人が、めっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い。ルー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 ルマ、ルールールールリマ、ルリマ、ルリマちゃん。ルリマちゃんのパーって感じですね。渡辺美幸さん、やっぱこの人可愛いな。なんかすごい、いいね。いい感じ。はい、リナクシロさん。おー、大学にいたら最高だね。サークルにいたらね。はい、夏子明石さん。なんかちょっと、なんだ、困り顔というかね、そんな感じのフェイスです。中野玲奈さん。おー、これで玲奈って読むんだ。なんかお嬢様。ちょっとお嬢様混じってるね。綾香梅田さん。おー、綾香梅田さん？芸能人でいなかったっけ、こんな人。あ、ドイツ人物か、多分。NMB、あかり吉田さん。あ、これは YouTuber の方ですね、確かね。はい。あ、この人いいかも。この髪型好きだな。ハリマさん。ハリマさんいいな。ハリマさんいいな。草が好みんちゃん。はい。アイリ、谷川。なんかお姉さんキャラだね。大阪っぽいね、雰囲気はね。はい。渋柳沙さん。はい。なんか、無邪気な感じで。いいね。無邪気好き。川上玲奈さん。おー、お嬢様系と、やっぱ面白いね。お嬢様系、大阪系みたいなね。小谷里穂さんね。はい、金井磯さん。めっちゃ目綺麗。ゆいぽんいいな。加藤優香。お、ていうか、結構いるね、人。ケイ。あ、さっきのトニシさんか。はいはいはい。おー、桃花木下。びっくりした。絶対目立つじゃん、こんな。ピンク色の髪。はい、神枝恵美香さん。ちょっと今度ライブ DVD とか見てみよう、YouTube で。みゆき渡辺さん。なんかいいな、雰囲気な。照井ほのか。おT シャツのこの、切れ端が入ってるんじゃないですか。しかも可
はい、ありがとうございます、ありがとうございます。あの見てる皆さんどうかわかんないけどめっちゃ楽しいわ。石田ゆみさん、はい、みんな可愛いからね。あ、山本さやかさんね、可愛いね、美しいな。はい、さらたけいさん、ちょっとロリっぽいね。やぶしたしゅうさんって言うんだ。かわいいかわいい。みおり、あ、市川みおりさんね。はいはいはい。はずき黒川さん。ほう。目綺麗な人多いよね。ちょっと待てよ。なんだこれは。P。R さん。R さんって言うのかなこれ。R さんって言うのかな、はい。R さんです。結構変わった名前だね。ジョー・エリコさん。かわいい。女優でいそう。映画スターになれるよ、絶対。リナ・クシロさん。はい。かなこ・かどわきさん。ん、結構、あれだね。林桃花さん。ちょっと被ってる人が出てきたね。ミル・シロマさん。ミルさん結構出るね。えんみか・かみえださん。ほい。ふくちゃん。ふくちゃんめっちゃ可愛い。ふくちゃんいいな。ふくちゃんって言いたくなるわ。ふくちゃんは。もう。ふくちゃん、谷川えりさん、あ、いいね、こういう系もね、大阪系のね、姉子みたいなね。梅田彩香さんね、はいはいはい。あずまゆきさん、はい、癒しフェイスだね。上田美玲さん、おー、なんかちょっと色っぽい人もいるんだね、やっぱね。はい、リリカストーさん、はぁ、髪切った方が可愛いね。こっちも可愛いけど、おお、よし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 。ゆうり太田さん。はい。はい、かわいいね。あれ？かぶった？かぶってはないか。あ、これちょっと、ごめんなさい、これ読めないな、私の。あ、シュウさん、シュウさん、さっきのシュウさんかな、この字。そうかな、シュウさんかな。あ、シュウさんか。はい、小金アルミさん。吉田あかりさん、お、YouTuber の方ですね。まおみたさん。はい。やぐらふうこさん。ほい。おー、来た！ストーリーリカさん来ましたね。やっぱかわいいわ。かわいいわ、もう。かわいい。心中井さん。ほい。勝ちじゃない？これ。これ来たでしょ。よった。ティーム N なんだ。ストーリリカさんのレアカード来ました。ありがとうございます。普通にやばい。好きになりそうだ。もうでも引退なんだよな、多分な。ちょっと寂しいね、なんかね。好きになった瞬間に引退っていう。上西めぐみさんかな。はい、ゆうかさん。ゆうか、加藤さん。はい。起きた、あやかさん。うん。なんかちょっとびっくりしてるような感じだね。はい。いじり、あんなさんっていうのね。あ、この方初かな。うん。なんか、ちょっとハーフ系っぽいよね。おー、市川みよりさんね。この小顔を生かしてるね、やっぱね。はい。藤江玲奈さん。いい。え？みたいな。え？何この気持ちみたいな感じで私の顔を見てます。かずき、絶対喋り面白い。もうなんか常に嬉しそう、常に笑顔っぽいもん、かずき。川上千尋さん、あ、いいなぁ、こういうお嬢様系な。リナ・クシロさん、うわ、普通に美人だ。松岡千穂さん、おー、なんかちょっとドヤ顔してるけど、うん、さ、あ、誰に似てるとかあんま言わない方がいいな。藤江玲奈さん、エロいよ。はい、リナ、リナさん、リノさん、どっちだ。めっちゃ、いいんだけど、これ。この人かわいいね。小谷里奈さん。里乃さん。ちょっとごめんなさい。これ、私あんま引きたいわかんないんで。若妻感すごい。うわぁ、これエロい。一番。みゆき渡辺さん。この人普通にかわいいね。ルミさん。あ、あれ？ルミさん？ラムさん？ミルさん？マリさん？どれだ？ちょっとサインがわかんなかったけど。このポーズ真似しよう、今度から。山尾里奈さん。おー、なんかこの長髪ロングね。絶対好きなやついる。絶対好きなやついる。ふうこい、やぐらさん。お、やぐらさんか。お、なんか田舎のアイドルみたいな。田舎、背景ね。背景がちょっと田舎だからね。いやー、ヒロインでしょ、これは完全に。完全にヒロインが。村瀬さやさん。エロいわ、だから。ちょっとエロい人いるよね、NMB ね。宇野瑞希さん。うん。巻き髪感がすごい。愛花西村さん、やっぱちょっとヒョウ柄入れてくるよね、 NMB ね。はい。かなこむろさん、おー、いいお姉ちゃんって感じがする。大阪の、姉ちゃんって。マミキュン客引きしてたら絶対メイド喫茶だって入るわ。木下春菜さん、お、さっきも出たかな、この人かわいいね。レイナ藤井さん、お、このヒョウ柄パーカー
いいな、なんか合うね、ヒョウ柄がね、ヒョウ柄が合う人が多いのかな。高野ゆいさんの、うん、なんか妹系ね。よし、ストーリリカセーラー服来たよ。これはこれは変な想像してしまうんじゃないか。もう噛んだし、しかもふうか、やぐらさん、あ、やぐらふうかさん来たね。はい、ふうこだったっけ。好み草加さん、うん、なんかすごい癒される。はい、あ、かわいいかわいい、ゆうり、ゆうり、ゆうりめっちゃかわいい、ゆうりかわいいぞ、ゆうり、ゆうり、もう今日からラッキーカラーはイエローだな。草加好みさん、はい、うん、いいね、スノーボード行った時にいてくれたら嬉しい。ゆうか加藤さん、あ、いいな、こう妹系もな。りほこたにさん、うん、って顔してるね。はい、石塚あかりさんか。おー、ちょっと緊張してる感じがまだたまんないですね、このセーラー服とね。なぎさ渋谷さん、明るい子大好き。はい、まいおだんさん、もうね、もうここになりたい、ここに、ここになりたい、私が、もうここになりたいわ。リナッチ、リナッチめっちゃ鼻ある、めっちゃ鼻ある、リナッチ。では最後行きましょうか。これ3つあるのかな。あ、これがシリアルコードね。はい、じゃあまずこっちから行きましょう。ヒョウ柄、まさかもう来ないでしょ、もう来ないよな、まさか、まさか来ないよな、さすがにな。はい、行きましょう、レアカードだな、これ。はい、おお、渡辺美月さん可愛いね、普通にね、めっちゃ可愛いと思う。リリカ、おお、渡辺美月さんね。はい、あ、白間美優さん、ミルさん、この二人やっぱ可愛いから、あれなのか、なんかセットみたいな感じになってるんだろうね、多分ね。はい、ということでね、ボックス、ワンボックス、1万円分開封しましたが、なんとストーリーリカさん4枚、そしてこのね、レアカードバージョン、これがめちゃくちゃ嬉しいね。うん、まあ個人的にはこれが一番好きなんだけどね。はい、っていう感じでね、よかったです。もうちょっと、私もね、最近の若い方やっぱすごいですね。ハートが強くてね、ちょっと私もそんな風になりたいと思って、今回購入しました。で、ちょっと推しメンなんですけども、ストーリーリカさんと別にね、ちょっとこの方めっちゃ応援したい。すごい可愛い、これ。リノ、リナ、小谷さん。もしこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。あと、こんなカード開封してほしいっていうものがあれば、ぜひ、書いていただけると嬉しいです。シャマでした。さよなら。